はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。このですね、衝撃が走ったのは2日前かな、27日でしたか、3日前かですね、タワマンによるですね、相続税対策ができなくなるという、できなくなるというか、まあ、効果が薄れるということですね。これ今見てるのはですね、マイナーなサイトです。GGO というサイト、速報国税庁ついにタワマン節税を無効化。次の狙いは不動産小口化、商品化、税理士が解説という、まあ、読みませんけどね、一応貼っときますね。こういうですね、記事がババーンと出ました。これ27日出てますけど、もう即日出てますね、ほんまにね。これでね、計算例とかあるんですよ。だいたいだからね、今まで1億円買ったらですね、3500万ぐらいだったのが6000万以上になるという計算なんですね。つまり、金融資産、現金で1億円持ってたら1億円と評価されるのを、1億円のタワマンを買えば今までまあ3000万程度に評価されていた。3500万ぐらいかな。それが簡単には6000万以上になるということですね。まあ、まだ、だって1億が6000万になるんやから、多少ね、効果はありますね。まあ、でもそれにしても、こう、ビビッドにですね、圧縮はできなくなるわけですね。別にこの、こう、税理士さんが、うにゃうにゃ言うてる分には、私はあんま興味ないんですけども、なんと言いましょうか。簡単に言えば、私が専門であります、専門というか変な言い方ですけど、よく見てます不動産市場、マンション市場というものにはですね、割合影響が出てくるはずなんです。まだですね、3日4日の話なんでですね、このな統計データなんで出てませんけども、多分水面下ではですね、出てくると思います。だから当日のですね、野村不動産株とかって下がったんですよね。でその後どうなってるかってよう知りませんけど、タワーマンション、特に都心のタワーマンションにおいてですね、相続税対策で買われているというのは現実的にあるんですよ。どうでしょうね、都心であればですね、山手線の内側とかであれば2割3割つまり500戸のマンションであればですね、100戸や150戸ぐらいはですね、相続税対策で買われてるんちゃうんかなという事情があります。これはね、正確な統計数字はありませんしですね、別にその差がそれを研究してる何かがあるわけでもないわけです。で、大体そんな相続税対策で買われたんかですね、需要で買われたんか分かりません。販売をしたですね、販売担当者は知ってますよ。ああ、この人は相続税で買わはったんやなっていうのは。だから、デベロッパーはですね、それぞれデベロッパー別にですね、数字は持ってるはずなんですよ。彼らは彼らのマーケティングがありますからね、ここで どんな商品を作ったらいいかと。いうのを考えなあかんので、各デベロッパーはそのデータを持ってますけど、それは社外費ですね、当たり前ですけどねなんで社外費で、でもまあ彼らは彼らに持ってると思います。で、私が想像するしかないですけど、まあ多分2割、山手線の内側で2割、まあ多くて3割かなという気がします。この10年ですね、マンション価格は上がり続けてきました。まあ、緩やかなバブルと言っていいんですけど、その緩やかなバブルの中でですね、タワマンなんか売れまくってきたんですけど、私が見てますと、山手線の内側のですね、タワマンはですね、もうほとんど、そうなんですね、実需で買ってる人は半分以下に思います。実需っていうのは自分がそこに住むために買うんやという人は、ね、半分以下ですね。半分以下に思えてですね、しかもそのどう言いましょうね、その、相続税対策とか、そのセカンドハウス需要とか、外国人がセカンドかな、よく分かりませんけど、とかですね、で 2割か3割ぐらいはね、値上がり狙いなんですよで、大体そういう人ってすぐ裏張るんですよ。それがまたですね、市場のこう上昇を支えているわけですけど、だから実需がそんなもんですから、
それ以外の層が大きいんで、それ以外の中の最大ではなかったかと思うのが相続税ですね。でこの相続税対策がそれほどビビットな効果でなくなるということはですね、彼らの買いたいというモチベーションが下がるということなんですよ。下がるということは売れにくくなるから、商売やりにくくなるから、デブの業績にかかるやろうということで、野村不動産の株価が下がるということですね。でこれね、最近のね、国税庁はこうやって次から次へとですね、この節税的なこうやり方ノウハウを潰していってるんですね。もう本当にこうしらみつぶし的にですね、これは潰して、あれを潰してって、だん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 だから節税商品ってこういう少なくなってきたんですよ。今だからですね、あれですよ、かなり来る、なんていうのかな、あれが出てますよ、影響が出てますよ。でこの10月からね、インボイス制度って始まるって、僕らみたいな零細業者が関係あるんですけど、もうわずかな、僕らみたいな零細業者がですね、わずかに得る益税、消費税もらったけど払わんでいいってやつですね、そこまで潰していこうとしてるわけですね。もうなりふり構わずという感じです。まあそれはそれで、まあね、税制の公平性を期すという大義名分があるんですけど、まあ置いといて、このタワマンがね、相続税で買う人が少なくなるというのは由々しき問題、由々しき問題か、まあ健全かといえば健全かなんですけど、そのなんて言いますかね、節税で買っておいたんだけども、ですね、どうもそんな効果がないとなると、もう売ってしまおうかという人も出てくるわけでして。これ今後ですね、タワマンの市場価格形成が軟弱になります。軟弱になります。特にね、新築マンション、新築タワマンの売れ行きが一番影響するんちゃうかなと思うんですね。例えばね、その勝ち時あたりで今マンションタワマンうわってやって、もうすぐ売れてますけど、あれどうなりなんやろうという話がありますね。ちょっとやばいんちゃうかなと。そこでね、タワマンだけで止まればいいんですけどね、タワマンってね、今ね、新築マンション市場の中でですね、比率が高いんですよ。特に東京23区とかっていうふうに限定していくと、あるいは都心5区とかって言って限定していくとですね、タワマン比率やたらと高いんですよ。半分超えるんちゃうかな。それがですね、売れにくくなるということはですね、で中古でも売れにくくなるということですね。値段が下がる可能性が高いわけです。まあ中古から下がっていくんですけどね。そうするとこれがですね、マンション市場全体に与える影響もですね、こう見逃せなくなっていきます。いやちょっとこれだからね、変な話、5年先から見て、あの時のあのタワマン税制の改革発表が、改正発表が、あれがピークやったかなというようなことになるかもしれません。いや、割合でかいですよ、これ。はっきり言うて。で、今、円安でしょ。円安でね、この、やっぱ150円を目指す円安でやって、じゃあ今後、じゃあ、160円になって170円になるかっていうとですね、ちょっとそれ考えにくいんですね。そこまでいくとね、150円までいくとね、多分上田さんがね、もういやいやながら金利上げると思うんですよ。YCC やめるかですね。そうするとですね、止まる可能性があるわけですね、円安が。となるとね、もうこの辺がピークやろと、外国人が思うとですね、手持ちの処分して、次どこ、次行こう、次と、どういうことになる可能性もあるわけですよ。売り物が、外国人が持っている、いわゆる値上がり狙い、あるいは資産保全のための物件の売りが出てくる可能性もあります。いや、なかなかちょっとですね、イケイケどんどん、な感じがですね、このタワマン節税やめ無効化においてですね、流れが変わるかもしれませんね。まあまあちょっと見てみな分かりませんけど、これはですね、ただならぬことかもしれません。まあ2、3ヶ月だったら分かります。秋頃になったら影響してるとか影響しないとか、なんとなく見えてきますからね。
ではこの GGO というサイトのですね、全然読んでませんけども、第1ページ目のところだけ貼っておきますね。まあ、似たような記事はいっぱい出てますけど、はい、皆さんどうもありがとうございました。